格闘オタクニュースゾウのバックです。今回はロードトゥー UFC1 回戦争まとめ、朝倉兄弟は通用するのかについてです。まずフライ級から振り返っていきます。フライ級は日本人選手は1人の参戦でした。 LFA でタイトル戦も戦ったことのある堀内優真選手です。その相手がトップノイ選手で、以前に朝倉海選手のカマセーヌとして来日に呼ばれた選手です。当時はまだ4戦しかしていなく、2年ぐらいのルーキー選手で朝倉海選手のカマセーヌとして呼ばれ負けました。そしてその次は中村優作選手と戦い負けました。それだけ見ると弱い選手かなと思ったのですが、この4年間で急激に成長し、堀内優真選手と戦い、打撃で上回り、グラップリングの展開でもテイクダウンディフェンスをし、ユナニマスディシジョンでトップノイ選手が勝ちました。堀内優真選手はフライ級では優勝候補の1人と言われていましたが、あっさりとトップノイ選手に負けてしまいました。トップノイ選手もグラップリングスキルはまだまだと言っていいので、少し堀内選手は優勝候補ということで気を抜いていたまでは言わないですけども、勝ちへの執念がなかったかもしれません。堀内選手としてはムエタイ相手に打撃でもやり合い、総合力で上回りたかったと思うのですが、打撃では完全に負けてましたので、早い段階からグラップリング戦略に切り替え、泥臭い勝負で勝ちに持っていきたかったのですが、結局は終始上回られ負けてしまいました。非常に残念な一戦でした。そして次にバンタム級ですが、バンタム級は日本人が3人参戦しました。なんといっても3人参戦し、3人とも勝ち上がったので、準決勝は韓国人1人と日本人3人という内容です。その中でも風間選手は相手もグラップラーっぽかったのですが、判定で勝利をし、野瀬選手はラッキーなことに相手の負傷で勝利しました。かなり大きな勝利だったと思います。一番の注目は中村凛也選手で、中村凛也選手は圧倒的な差を見せて勝ちました。初っ端からプレッシャーかけていき、タックルに行き、しっかりとテイクダウンし、その後後頭部を殴ってしまい限定されたのですが、すぐにまたタックルに行き、 V アームロックで一本勝ちです。圧倒的な差があったと言えるでしょう。そして韓国人選手は1回戦不戦勝でしたので分かりませんが、このまま中村凛也選手が優勝すれば MMA 転向して2年ぐらいで UFC という超エリートコースに乗ります。そう考えるとビジネスユース FC のカイピョンですが、次7月にライジン36で韓国人選手と戦うのですが、なんと韓国人選手がまだ4戦しかしてないルーキーなのです。正直朝倉海選手は29歳で今が一番強い時期ですので、格下中の格下と試合してもあまり得るものもなく、万が一負けてしまえばキャリアに傷がつくので UFC に参戦もできないでしょう。しかも勝って当たり前の相手ですので、あまりやる意味はないと思います。トップノイ選手もトップノイ選手が4戦しかしてない時にカマセーヌとして呼び勝ち、今回も韓国人選手を呼びカマセーヌと戦うのですが、それに反して中村凛也選手はロードトゥー UFC で厳しい戦いをしています。正直今の段階ではキャリア的にも全然朝倉海選手の方が上だと思うんですが、実際例えばですけども、この年末に戦ったとすれば朝倉海選手はワンチャン負けてしまう可能性もあるのではないでしょうか。朝倉海選手は172センチ、リーチ174センチとバンタム級では手足が長く、フィジカルも恵まれ、非常に格闘家として恵まれたポテンシャルを持っています。そしてセオリーとは逆に右曲がりに回ってプレッシャーをかけ、右ストレートで仕留めるボクサーストライカーです。本当に右ストレートが命の選手です。中村凛也選手はサウスポーに構え、170センチで手足もそこまで短くなく、理想的なフィジカルモンスターでレスリングエリートです。僕は勝手な考えなのですが、朝倉海選手は右回りで右のストレート、そして左回りするときはジャブを打ちながら相手が回ってきたところに前足のミドルで止めるというような戦法なのですが、これが実はサウスポー相手にはなかなか通用しないので、中野マリエナ選手がサウスポーで、カイピョンがオーソドックス、そしてレスリングスキルが格段に違うので普通につけられるのではないかと思います。しかもカイピョンは渡辺周東戦を見る限り寝技がうまくなく、テイクダウンディフェンス、そしてスクランブルでの展開で立つことには長けているのですが、つけられた場合にかなり劣勢になると思います。そうなっていくと中村凛也選手がつけて勝つことができるかもしれません。というのも中村凛也選手はレスリングエリートでアマチュアでずっとやってきた選手で、アマチュアはもう勝つか負けるかですので、シビアに見せる動きではなく勝っていきます。今日の試合も見せることもなく秒殺しました。朝倉海選手とやっても相手の弱いポ
ポイントをついてシビアな戦いでつけきるのではないでしょうか。このような戦いができる塩チャンネルですが、オギチャンネルがカイピョンに勝ったように中村リーナ選手は塩チャンネルで勝てるかもしれません。それぐらいのポテンシャルがあると思います。次にフェザー級ですが、フェザー級はサスケ選手と松島小弓選手が出ました。サスケ選手はシュート王者ですので、かなり前評判が高くフェイバリットでした。しかし相手の選手がイージャー選手、中国の選手で全然強さが伝わってこなかった選手なのですが、いざやってみるとサスケ選手の得意な組で2枚も3枚も上回っており、簡単にテイクダウンをコロコロと取っていました。そしてバックチョークで勝ったのです。フィジカル的にも一回り大きく、組力も一つも二つも上で完敗でした。日本のシュート王者で完敗ということはかなりレベルが高くなってきているのが中国選手です。そして松島小弓選手も韓国人と戦いましたが、松島小弓選手は日本人の中でトップクラスのフィジカルですが、それと同じぐらいもしくは上回るぐらいのフィジカル、打たれ強さ、パワーを持っていたのが相手の選手でした。そして競り勝ちました。松島選手は次の相手はサスケ選手に勝ったイージャー選手です。またまた厳しい戦いになるでしょう。しかしここを勝てば優勝は見えてきます。ちなみにサスケ選手はシュートでやってる間はテイクダウンディフェンスの優れ、工藤良二戦でもすごいスピードで切っていました。組み負けることもなく組み勝っていたのですが、これが世界で通用しないという衝撃でした。おそらく松島小弓選手のフィジカルが世界標準なのでしょう。朝倉のミックも日本の格闘家の中ではハワイアンデブだけあってかなりいいフィジカルをしています。そしてサウスポーファイターでサウスポー右利きカウンターファイターの典型的な戦いをする強いファイターです。ただ松島小弓選手とやった場合、松島選手はフィジカルで上回る上にサウスポーファイターですので、しかもスイッチをします。朝倉のみっくんのサウスポーカウンターファイター対策は簡単にできるでしょう。そしてレスリング力も強いので、クレベル選手に転がされてた朝倉のミックンなので、松島小弓選手にも簡単に転がされつけられる可能性は高いのではないでしょうか。ただサスケ選手が今後どうなるかです。 UFC を目指していましたが最高列に回ったので、もう27歳ですので次のチャンスはなかなかありません。であればライジンに参戦し、斉藤豊選手との新旧シュート王者対決をし、そこで制しライジンのトップ争いに立ち、クレベル選手がライジンを卒業し UFC やベラトルに行っている間にチャンピオンになれば、そのチャンピオンの称号を片手に UFC に行けると思います。ぜひ来陣に来て斉藤豊選手と戦い、ここは難しいのですが、勝てば次に朝倉のミックンをコロッと勝ち王者になる可能性もあるのではないでしょうか。次にライト級です。ライト級ですが、柏村選手がフェザー級の選手なのですが、ショートノースでライト級に出、ライト級でもでかい韓国人の選手にやられてしまいました。二回りぐらい大きさが違ったのでかなり厳しい展開でしたが、寝技の強さを見せ、プロとして見せる展開できたのでしょうか。ここで名を挙げたので、次からバンタム級に変えるらしいので、バンタム級で頑張ってほしい。そしてうんこファイターですが、やはりパトリック選手です。減量で失敗し失格になってしまいました。パトリック選手は日本でやるのもいいのですが、ライト級は相模オリジナルに層が薄いので、海外であるか、もしくはもうライジンに上がって戦うしかないのですが、ライジンのクレベル選手やグスタボ選手、スパークカイライル、ドニーケースなどにはもちろん歯が立たないでしょう。非常に厳しい今後だと思います。ただ鈴木みのる選手と見た目も似てますので、ボクシングに再転向するのがいいかもしれません。以上となります。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。